新卒の時は、まあ400問いぐらいかな。で、まあだんだん、まあ2年目でまあ600ぐらい上がってて、まあ30前後で大体900から1000ぐらいとは言われます。それがずっと国内にいても。ずっと国内にいても。ずっと国内にいると、じゃあ20代で400から900万とか1000万まで上がるんですね。そうですね。それだけ聞いても高いですよね。高いですね。しかも福利厚生も結構手厚いですよね。そうですね。やっぱりその社員料が完備されてますので、うん、で、まあ、料費もね、1万2万とかそういうふうにので、まあ、そこら辺はすごく手厚いかなと。だから、実質ね、年間100万円分ぐらいのパワーありますよね。うん、料費1万円で済めたら。そうですね。飯も出るんでしたっけ？飯は頼めば出ます。うん、一応食堂みたいなのがあって、うん、あと最近はマンション型のそういう料も出てますし。すげえな。今聞いてるの。やっぱ国内だけでもいいなと思いますが、これが駐在に行ったらなんと、なんと、なんと、国内の 1.8 から2ぐらいかな。 2？ だって小島さんが29ってことは、ね、ベースで800ぐらいあったってことですよね。そうですね。 1.8 倍から、まあ、約2倍ってことですよね。まあ大体そうですね、うん、1500はまあ固く超えるみたいな。そうですね。はあ。